はい、今週も夜まちをご覧いただきありがとうございました。お得グルメナビのおさらいです。今回女子チーム男子チームに分かれてリッチと、まあ、そこそこ旅にでやっていたわけですが、私たちはリッチな女子旅、朝昼晩の料理で私たちは中予から南予に行ったわけですが、まず朝ごはんは空と森、温泉にね浸かりに行ったことある方多いと思います。そこで私は卵サンド、あの卵がパンよりも分厚い出汁たっぷりの卵サンドをいただきました。あれは美味しかったね。しかも煮玉水を使っていて、もう中から綺麗になる、その言葉に女子は弱いですよね。ね、滝さんが食べたおにぎりプレート、お漬物とかも温泉水を使っていて本当に美味しそうでした。そうそう、あそこで朝行くのもいいんですけど、ベトナムのホイアンから買ってきたランタン、あれが夜になるとすごく綺麗なんですよ。ちょっとした旅行気分を味わっていただけたらなという思いでやってくれてるそうです。朝も晩もおすすめですよ。そしてお昼はクロンタヒルズ大洲ですね、スペアリブすんごく柔らかかったんですよ。20センチぐらいあったよね。20センチぐらいの長さで、もうどうやって食べるのかなと思ったんですけど、フォークとナイフで切らずとも、もうスルッと骨からほどけちゃう、あの柔らかさは絶品でしたよ。またね、お母さんのね、あのおしゃべりがまた楽しいんですよ。あのお店もクロンタヒルズなんですけど、そのあそこの場所自体をクロンタヒルズと言って、こう皆さんにね愛される場所にしていきたいっていう思いがあるので、もう桜の時期とかもすごく綺麗な場所なんです。四季を通してぜひ楽しんで、景色を楽しみながら美味しいご飯食べてください。ヒルズセットです。リッチなヒルズセットね。さあ、そして北、宇和島市の北で晩ご飯、これはハワイ旅行気分を味わえる場所なんです。まず私たちはあのマイタイっていう、あのラム酒を使ったカクテル、あれがね本当甘くってスイスイいけちゃうので、女の子は要注意、酔っ払っちゃいますよ。あそこの牛タンがまずまた美味しいんですね。マイタイを飲みながら牛タン、もうあとシーフードもいっぱいあるので、いろんな料理食べてハワイ旅行気分味わってください。どうも、山本清文です。続いて男子チームの、振り返り、おさらいをしたいと思います。私たちが最初に行ったのはドライブインアウトゼアホットドッグですね、有名なところなんですけど、今回はカレーと、あとカツのね、サンドをいただきましたけど、美味しかったな。カレーがね辛いんですよね。辛いけど美味しい。でも本当にバイク好きの方とかはぜひ特に行っていただきたいお店でございます。そしてギアマンテ、ギアマンテさんはこのチャーハンが本当に美味しい。でチャーハンの美味しさどうやってこれ伝えたらいいのかっていうとですね、3文字で伝えられるなと思いました。うまいです。チャーハンだけももちろん美味しいんですけど、僕はやっぱあのスープの何なんですかね、あのとろっとした感じの、パラパラしたチャーハンももちろん美味しいんですけど、あのスープと一体となる感じがもうザクザクいける、もう止まらない。さらにあのエビフライとかもついてるんですよ。最高じゃないですか。ぜひ皆さんで出かけていただきたい。 Go to ギアマンテ。そして、横浜家系ラーメン稲輪屋、こちらは新居浜ですね、私の住んでおります、新居浜市にあります。もう家系ラーメンもね、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、パンチのあるスープでね、太めの麺がズルズルっといく予定だったんですけど、もう僕はね食べてないんですよね、これね。これも どうなんですか、ディレクターさん。これはこれじゃんけんに負けた清美さんが悪い、はい、僕は、ね、焼き豚卵飯をいただきました。あれはね、あのもちろん今治が有名なんですけれども、稲輪屋さんの焼き豚卵飯なんと500円でいただきますから、結構がっつりいけるよという方はもう何やったらもうラーメンと、焼き豚卵飯のセットもいけるんじゃないのかなと思いますけど、今回はご飯とあれか餃子のセット、あれで、GoTo イートのチケットがちょうど1000円になりますから、それも確かにいいんじゃないのかなと思いますけど、食券で買うタイプなんですけど、まあ、あのお店の方にもちゃんと話していただいたら使えますので、GoTo イートのチケットも使っていただきたいと思います。まあ、そもそも今回その男子チームが5000円、女子チームが1万円っていうね、この格差、多分僕もラーメンがね1万円だったらいただけたんじゃないのかなというふうに思います。今度あったら、1万円の、コースでいきたいなと、
山本清文でした。